今回は現代日本社会学部非常勤講師の岸川昭弘先生にお話を伺いました岸川先生は一般社団法人未来の大人応援プロジェクトのスタッフとして活動しながら昨年の秋から工学館大学で授業を受け持っています。聞き手は現代日本社会学部3年立井樹さんです。 本日はよろしくお願いします。お願いします。自分はまあ先去年のですね。秋学期に岸川先生のマーケティング論の授業を受けたんですけど、はい、はい、覚えてます。<laughs> ありがとうございます。実はそれがですね。岸川正幸先生の授業、春学期に受けていたときに、秋から新しい先生が来るよって言われて。それでその後あこの先生か。じゃあ受けてみようってなって受けたんですけれども、その大学で。 それ事業を受け持つことになったきっかけっていうのは何なんでしょうか。かきっかけでいきますと,、えー、と私はあの前職105銀行で銀行員をしていたんですけれども、まあ、そんな中で、えーまあ、7年ぐらい勤務してですね、転職を考えていてですね、ちょうどその父がですね、あの日本中で人材育成とか町おこしをする会社を立ち上げましてそこで一緒にやりたいなという思いで、えー、転職をして入ってですね で将来的に小さな会社ですので事、えー、業をまあ都,合都合思いでやっておりましてその中で、えーまあ、経営とかマネジメントとかの学びをもっと必要だなと思ってですね大学院の方に働きながら通わせていただいていてですねでそのちょうど卒業したタイミングで小学館大学さんからですねあのちょうど経営を教える先生が 必要です。あ、探しています。そしてちょうど民間企業で実務経験のある方がいいです。というので、あのお声掛けをいただきまして、あ、それならぜひということで、二、えー、年前、あ、に二千二十三年からですね、えー、授業非常勤講師という形でさせてもらうことになりました。そのマーケティング論を担当されるようになった経緯というのはどんなのがあるんでしょうか。あの授業自体はもうそのままあの前任の先生がされていた授業だったんですけれども。 マーケティングというところで私も前職銀行員をしておりましたしちょうどその経営の勉強をしていたというところもあって自分なりに社会に皆さん出ていく大学生を対象に実践的な何かスキルを僕が伝えられることがあるんじゃないかなということでマーケティング論をさせていただいております。マーケティング論がが岸川先生がやるにあたって その前の前任者の方の授業から変えたとこや変わったとこなどは何私自身、えー、まあすごくそのコミュニケーションとか、えーまあ、ディスカッションとかが、まあ、社会に出ていく上ですごく重要なスキルだと思っておりまして、まあ、そういう授業の中で、えー、グループワークをする時間とかをすごくたくさん取るようなアウトプットにちょっと特化したような授業を、えー オリジナルで増やしています。確かに先生の授業を受けて、もうグループワークは本当毎時間あると言っていいようにたくさん感じました。プレゼンも結構重視されているように思えたんですけど、いかがでしょうか。そうですね。プレゼンスキルもすごく大事で、実際にこう自分の思いを相手に伝えるっていうのはすごく重要なことで、それを練習する場をたくさん作ってあげたいなという思いでたくさん取り入れています。先生が今受け持っている授業の中で。 SBP についての授業がございますけれどもこちらは一体どういった経緯で授業を受けることになったんでしょうかそうですねあのソーシャルビジネスプロジェクトの略なんですけど SBP というのは、えっと、今の私の一般社団法人未来の大人応援プロジェクトというところでまあが提唱している取り組みなんですけれども、まあ、地域にあるものとかですねあの歴史文化伝統とかいろんなものに光を当ててそれをビジネスの手法で その地域の高校生大学生であったり、えー、行政民間企業などをチームにして連携して、えー、いろんなプロジェクトをやっていくっていう取り組みなんですけれども、まあ、そういう、えー、いろんな活動をしている中ですごくあの現場がたくさんできてきてあの効果がすごく目に見えてきてですね参加する子どもたちがものすごく成長していきますし それを応援する大人たちがどん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 団結していって結果的に地域が活性化していくそんな事例がいっぱいできてきてこれは本当に意義があることだなというのでちょうど工学館大学さんでもですね関わりを持って頂い,いてそういうイベントの会場を貸してもらったりですねっていうしている中でえとオリジナルの授業をさせていただけるということになりましていろんな現場の紹介をしたり。 実際にもう事実ですのでそれを紹介しながらみんなだったらどう考えるそんな授業をさせていただいてます先生がこの SBP ソーシャルビジネスプロジェクトに,に関わったきっかけというのは一体どのようなものなのでしょうかそうなんですもうそれがまさに転職するきっかけなんですけれども私自身人材育成とか教育とか実は全く興味がなかったんですよででもまあ銀行員時代ですね、えーまあ どううでしょう3年目4年目ぐらいですね20代半ばぐらいの時にですね自分のスキルアップとかちょっと転職をですね考えるようになったタイミングでちょうど父がこの会社をですね立ち上げたんですけれども、まあ、最初は全然やるつもりはなかったんですけど休みの銀行が休みの日についていくようにしてですねいろいろ現場を見ていく中であの愛知県の高校生との出会いがありまして最初はこう目を見て 挨拶もできなないような子がですねで声も何言ってるか,かる聞こえないぐらいの小さな声の子がですねこの SBP の活動を通して地域のかっこいい大人たちと出会ってどん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 成長していってですね3年生の時に300人400人ぐらいの前で立派にプレゼンできるように成長していった姿を見てですねわこの活動なんて意義があるんだっていうのですごく人材育成とか教育に興味を持ってこの SBP をもっと広げたいという思いで。 まあ転職をして、今こうやってどんどん日本中で広げようとしています。今後の目標について何かお願いします。あまあ、私自身の目標としては、今のこの sbp っていうものをすごく意義を感じておりますので、もっと日本中で広げていってまあ、将来的には世界中に広げていきたいんですけど、まあそういう何て言うんでしょうね。こう。まあ、地域で活躍できるような人材を育ったりえー。まあ 今はその都会にどんどんこう、ね、あの若手が流出していっているっていうお話もあるんですけれども、まあ、本当は近いところに素敵な大人とか魅力がいっぱいあるんだよっていうのを知ってです、ねまあ、地域でも頑張れる人材を育てていきたいなっていう思いもあり最終的には私は学校を作りたいなと思ってましてなんかそういう特化したような学校を作ってこうもっと若い人材に刺激を与えていきたいなと思ってます。 学校といいますとどういったようなものを想定されていますすかそうですまだ具体的なあれはないんですけど、えーとまあ、理想はなんか高専のようなもう高校から、ね、長い期間こうみっちりやってですねもう校舎はなくてもいいかなと思ってるんですけどもう日本中にこうちり散りになってなんか僕は今この過疎化で悩んでる街を解決,にし,て解決しに来ていますとか,です、ね、なんかそういうのを。 報告し合ってですね。そんななんかもう学校にできたら日本中豊かになるかなと思ったりしています。本日はもう大変貴重なお話をたくさん聞けて、私たちもすごい参考になりました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。